はい、ではここから藤原さんにインタビュー伺いたいと思います。では藤原さん、カメラに向かって自己紹介お願いします。藤原祐樹と申します。セールスコピーライターをやっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ藤原さん、いろいろお伺いしたいんですけども、はい、今のこのお仕事は、何年目ぐらいになるんですか？今3年目。お、3年目、はい、3年です、うんうん、それまではどういうお仕事されてたんですか？それまでは飲食店で、うん、はい、働いてました。で、その時もこのセールスコピーライターもやりながらですか？そうですね、あ、コピーライターやりながらというぐらい目指してたって感じですかね。勉強しようかなみたいな感じで、はいはい、勉強してずっと独立したいなと思って、はい、やってました。じゃあこの藤原さん、この独立をしたくてこうもうコピーライターさん進まれたっていう感じなんですか？あ、そう、まあ一番はそうなんですけど、うん、でも独立したのはなんか独立せざるを得ない状況になっちゃったみたいな。お、はい、そこもちょっとじゃあ教えてもらっていいですか？あ、はい、そうですね、僕がこの PCM ですね、入るって決めたのが、うん、まあ、2020年3月なんですけど、うん、その3月の時はまだ夜ですね、うん、飲食店で働いて、うん、で、まあ、奥さん、今の奥さんなんですけども、うん、まあ、夜はちょっと飲食店辞めて昼働いてほしいみたいな感じだったんで、うん、じゃあ辞めようか言って、うん、で4月、2020年4月に、うん、あの携帯のショップですね、はい、販売で働こうと思って、でそこからコピーライターとして独立を目指そうと思ってたんですけど、2020年4月、コロナで、はいはい、あの緊急事態宣言が出て、うん、あの携帯ショップがちょっと働けなくなっちゃったっていうので、うん、まあ、3月に飲食店も辞めたんで完全に無職みたいな。なるほど、はい、要は独立せざるを得なかったっていう形の独立が決まってしまった。そうです、だから予定より早い独立ですね。そうですね、全然予定してなかったです、むしろ。そう、でもまあ、あの PCM 入られたのも、まあ、あの実質4月の会に入られたんですよね。あ、そうですね、はい、4月で3月からスタートということ で、まあ、ある意味タイミングがいいんだか悪いんだかみたいな感じで。そうですね、はい、でもそれまでも結構あれですよね、ライティング自体は結構お金かけて勉強されてたんですよね。そうですね、うん、まあ、コピーライティング、まあセールスコピーライティングでやったのが、うん、それの2年半ぐらい前なんですよね、そのコロナになって、はい、コロナ、うん、2年半前ぐらい で、うん、でずっと勉強してて、その勉強代が200万ぐらい、うん、おお、はい、やっぱかかりますね、はい、教材買うと、はい、使ってましたね、うん、はい、でその結果2万円しかかかる。費用対効果、費用対効果、はい、いやでもだって200万かけたってことはやっぱり、はい、稼げると思ってかけたわけですもんね。そうですね、うん、はい、もうあのこのまあもともとアパレルとかやってて、うん、まあ、販売とかで、うん、その1日に接客する人数とか上限あるなっていうので、うん、どうやったら売り上げ上がるんっていうか、うん、その例えばアパレル独立するにしても売り上げ上げるのってどうするんだろうみたいな、こう壁はあったのと、あとはその飲食店でもマネージメント、うん、まあ人のマネージメントとかしてたんですけど、うん、1対1だったらやっぱりちょっと効率悪いなみたいな感じだったんで、どうしたらいいのかなと思った時にコピーライティングっていう、その1枚でレターを書けば世界中に届けられるよみたいな、これだと思って、これに投資したらきっといけると思って、200万使ったけど2万円しか稼げなかった。これはなかなか闇深いですね、後藤さん。意外と多いかもしれないですね、200万までいかなくてもやっぱり2万円うん、まあ、投資した分回収できてない方は多いかもしれないですね、もしかしたら結構、うんうん、でもそんな中ね、この仕事を諦めず一生懸命されてたと思うんですけども、はい、その中どういうタイミングで後藤さんのことを知ったのかなっていうのが気になるんですけども、はい、もともと後藤さんを知ったのはダイレクト出版さんの、うん、あのポッドキャストに、はい、出られてて、うん、でなんかたまたま見たんですよね、うん、なんかメルマガかなんかわかんないですけど、見て、でそのストーリーですね、八百屋でっていう話聞いて、えこれほんまかなみたいな、あ、うん、結構壮絶でしたもんね。そう次行って、うん、そうかなって疑うぐらいにちょっと衝撃的だったんで、そうですね、そこからメルマガを登録させてもらった。なるほどなるほど、はい、うん、確かにね、過去ね情報量が多いぐらいね、複雑というか壮絶というか、まあ、ね。うん、でもまあまあそんな中でもね、多分本当に藤原さんがいろいろ勉強されたりとか学ばれたりもあった中で、はい、まあ、なぜそんな中でこの後藤さんであったりこの講座っていうのを選んでいただいたのかなっていう決め手は何だったんだろうっていうところをすごい気になるんですけども、はい、そうですね、あの、まあ、
PCM ですね入る前に半年ぐらい前にそのやっぱりメルマガ購読してて、うん、後藤さんがなんかこうコンサルをやるかなんかで、うん、告知かなんかされてて、うん、ちょっと忘れちゃったんですけどそこで多分面談を予約したんですよ。あ、なるほど。で1回面談させてもらって、うん、でこういろいろお話しさせてもらって、うん、でこうプログラムがこういうのありますって言われた時に金額を聞いて、うん、僕それまで20万とかの教材買ったことあったんですけど、うん、ちょっとあれ高いなみたいな感じで当時はね寄っちゃって、うん、プラスやっぱり支払いとかもその時あったんで、うん、わきついな入りたいけどきついなと思って、うん、一回そこではやスルーというか見送られた見送ったんですね、うん、で半年後にその夜の、うん、まあお店、まあ、飲食店を辞めると決めた、うん、決めた瞬間に後藤さんから LINE で直接、うんうん、あのこんなんやるんで説明会行きませんかみたいなやり取りが、うん、やり取りっていうかメッセージが来て、うん、本当にやめあの飲食店を辞めるって決めた瞬間に来たんですよ、うん、タイミングそうです、うん、でこれは何かのあれかなと思って、うん、その説明会に参加、うん、参加したて、はい、っていう感じですね。でも面白いですよね本当まさにタイミングでそれでじゃあやりますってなった後に、うん、あの携帯会社の方はなくなってしまったって聞いたから、うん、本当あの時入ってたからまあ本業になったようなもんみたいなところもありますもんね、はい、本当に本当にすごい、まあ、前のね個別でやった時は、うん、もう1時間ぐらいはずーっと電卓かけてましたずーっとずーっと待ってる何かを帳尻合わせてたのかな止まってやめときますみたいな、うん、でその見送ってでそのちょっと PC の2期の募集の時にどうしてるのかなと思って、うんまあ、当時 LINE アップですよね、うん、であのなんかよかったら来ませんかってメッセージを一対一トークで送ってそれで即答で来てくださってますっていうのであったんでなんかこうねタイミングとかあるんでしょうね、うん、面白いですね、うん、でもその背水の陣でも本当にここでやるしかないということでもうスタートされたんですけども、まあ、藤原さんもう今でどれぐらい1年半とかいや2年ちょっとじゃない2年ちょっ と, 2年ちょっともうそっかそっか、はい、4月だから2年ちょっとだ2000はい2年ちょっとですね、うんうんうん、じゃこの2年の間で本当にもともとこの、はい、ねあの2年半なんで2万円だった人がどんな風に変わったのかっていうのがぜひねあの見て楽しんでいただきたいなと思うんですけどもまずどうでしょうかあの最初の覚えてますかね売上の推定ざっくりで構わないんですけどそうです最初の初月とか初月は多分 PCM が始まるのが2020年4月、うん、で、まあ、僕3月1日とかに多分入ったと思うんですけど、はいそうですね、ちょうど1ヶ月の間は、まあ、夜の仕事、まあ、飲食店で働きながらだったんで、うん、7000円でした、うん、その時はまだねちょろっとで、はい、でコロナで仕事がなくなって、うん、マジでやばいぞってなって、うん、本当に本気で、まあ、後藤さんいっぱい質問とかさせてもらって、うん、本気でやったらまあいろいろこうあって12万ぐらい、うん、おーいいですね12万ぐらいまで行ったんですよ、うん、で給料もあったんであいけるわと思って、うんうんうん、で次の月が18万とかで3ヶ月目が多分20万ちょいぐらいだったと思うんですね、うん、そうですね、はいうんうんうん、で4ヶ月目に66万、うんうん、っていうのが出たんです、ねうん、この50万は多分超えたはどっかでありましたもんね多分一つね、はいはい、ポイントとしてはい、わみたいなすごい、はい、思ったより早くいきました4ヶ月目だったらそうです1年後に50万をいけたらいいなっていう感覚だったんで、うん、それがだいぶ早くいけた、はい、いけたっていうのがあります、うんで1年も経たないうちに100万を超えたんですよねそうですね、多分10月とかだったと思うんですよ、うん、だから4月に入ってその10月に132万、うんはい、いけました、ね、すごい、はい、で、そこからもこう最高売上とかもい、はい、叩いていかれてで今 の, この2年ちょっとの間の最高売上って月商いくらですか、はい、1000万1000 1000何倍だったか1065万とかだったと思う1065万、はい、年商じゃなくってそれ月に1000万、まあ、それ年間契約いただいたっていうのがあるんで、うんそのまあ、今年2022年度分の年間契約で、うんまあ、1000万バッて振り込まれたっていうのがあって、うんうん、そうわそれと月額とかもあったんで1065万だった、はい、だからスタートして2年経たないうちに1年半ぐらいか、はい、とかで、はい1000万を単月で超えたっていう、はい、後藤さんこんなことがあっていいんでしょうかいやあってはないですもっと苦労しなさいみたいな、でも1000万入った時通帳とかなんていうのびっくりしましたねさ数字見た時速攻見ましたね、うん、速攻あのネットバンキングで、うん、ほんまに入ったんかなと思ってパッと見て、うん、お入ったわと思って、うん、下ろしてきて、うん、写真撮る写真撮ってでまた入れるみたいな また入れる
みんなやるやつですね、これね。1000万ぐらい入ったらみんなやるやつ。やっぱりでもすごい感動したんじゃないですか。いやそうですね、うん、もうやっぱりその時しかも1000万入ってきたのも、うん、あの結婚式を決めるっていうかドレスをこう目の前にある時に1000万 の, その交渉をするっていうその電話してて、うん、で決まって電話を切って、うん、奥さんに1000万入るわって報告したら、めっちゃすごい感動です。感動っていうかなんだろう、マジでみたいな感じで喜んでくれたのすごい印象的でした、ね、うんうん、好きなドレス選びみたいなね。いや本当に、いや本当にそうです、はい、いやでもすごい、そう思うとやっぱすごいいろんなこうタイミングですね、藤原さんって。そう思うとね、うん、だからずっとこのズームの、うん、あの説明会の時も、うん、あの前最初の時もそっか、うん、LINE でやり取りした時も、うん、あの今の彼女を、うん、本当にあの幸せにしないといけないかなっていうのをずっと言ってて、それがなんか、ね、しばらく経って2期の説明会した時もやっぱり言ってて、それがなんかこう実っていくのがね。そうですね、そうだ、小田さんもこう見てるからね、一緒に。そうだ、確かに確かに嬉しいですよね、本当に。なんか最初の方にだからこう結婚式できたら教えてやみたいなことを言ったのが叶ったんですよね、今年の4月にね。はい、叶いました。はい、はい、もう結婚式やりました。彼女の第一希望のところでできたんですよね。第一希望で、そうすごい金額になりました。大阪で一番いいぐらい。そうですね、なかなか一番高いと言われ、うん、高いんじゃないかって言われているところで、そうですね、式だけ680万よかったね、入っててっていうねお金入っててよかった。はい、もうそう、はい、オプションオプションでびっくりしましたね、うん、はい、でもそんなの、ね、結婚式とかできると多分最初思ってなかったもんね、多分最初の頃。ね、本当にできるんかなっていう、うんうん、結婚式っていう目標はあったけど、うん、まあなんか本当に夢に近い目標みたいな感じだったので、下手したらね、金銭的にやばかったらもう結婚もできない、お別れになってた可能性もありますよね。いや本当に、はい、うん、はい、あの多分入りたての時とか本当に収入がないってなった時は、うん、ちょっと別れようかなって思うぐらい、うん、結構追い込まれてた時もあったんで、ですよね、はい、うん、ですごいなんかこうドラマですよね、うん、この売上以外のところでもすごいドラマを感じてるんですけども、うん、で実際このじゃあ21年度去年度の売上っていうのがどれぐらいだったのかなっていうので、はい、藤原さんいくらぐらいか覚えてます、去年の。去年は1400は超えてます。1400、まあ、1500弱ぐらいかな、はいはい、うん、で今22年の今6月で、はいはい、1月から5月までの売り上げっていうのをちょっと出していただいたんですけども、はい、今言えますか。2063万、うん、5600円。おお、はい、数まで素晴らしい。チャリンだよ、チャリン。5ヶ月で2000、はい、まあだから大体400万ペースぐらいなのかなと思うんですけども、はいはい、いやいや、去年1年で1400の人がなんで5ヶ月で2000万を超えるんだっていうのは、はいはい、もう意味がわからないと思うんですよね、うん、悪いことしてるしか考えられないっていう思っちゃいますよね、うん、で、まあ、どんなことをじゃあ今藤原さん多分新しくやり方を仕事のやり方変えたんじゃないかなと私はなんとなく思うんですけども、はい、どういうふうに今お仕事どういう形態でされてるとかってありますか。あ、そうですね、一応、うん、まあ今2000万あるのはその年間契約1000万いただけたっていうのとあって、うん、あとは継続で月額とかもあったのと、うん、プラス、まあ、制作事業ですね、まあ、クライアントさんいっぱい、うん、いっぱいというかそのありがたいことに、うん、あのお仕事あのいっぱいいただいている中で一人じゃやっぱり追いつかないんで、うん、まあ、そこでライターさんを、まあ、育成というか、うん、しないとやっぱり、うん、クライアントさんも、うん、あのお助けできないなっていうことで、まあ、個人で、まあ、メールマガジンとか配信もしてるんで、そこで、まあ、ライターさん育成しますみたいなことをさせてもらって、コンサルティングみたいなこともやってたりとかも、まあ、初めて、うん、で、まあ、トータルで2000、そうですね、超えたって感じます。はあ、すごいですね、もう本当にライターさんじゃなくなってきてるってことですね、お仕事がね。そうですね、ありがたいこと、はい、でもどうですか、まあ、あの、まあ、最初の当初始めたての頃は特に これが良かったから売り上げ上がったなみたいなのってこの PCM サポートとかツールとかで、はい、いくつかあります。あ、最初はまあ当時ついてた、まあ、僕個別サポート、うん、あのチャットワークサポート、うん、はい、させてもらって、うん、そこで結構その目の前の問題を解決していったっていう感じが一番大きかったのと、うんうん、あとはその仕事をこなしていく中で、うん、例えば LP とステップメールが取れましたとかだったら、うん、そのツールですね、うん、そのテンプレートとか、うん、あとはステップメールの型とかを使わせてもらって、うん、もうそのままっていうかそれをこう使って納品するみたいな感じでやってました、うん、
やっぱそれがあると、ま、迷わないだったり早いですか仕事が。めちゃくちゃ早いです、ね、あ、はい、うんうん、特にステップメールとかも意味が分かんないんで、うん、そうですよね。あれ要素とか分かんないと素人は書けないですからね絶対ね。あれはすごい助かりました。うん、はい、そうですよね。だってあの後藤さんもよくね最初の方藤原さんすごくこうチャットね、うん、めっちゃ、うん、もうずっと来てたって言ってもたんですけど、もう牧場できなかった全くもうどんどん来てました。うん、何回も来てて、うんうん、もうでもそれだけ必死に戦ってたってことですね。で今はね本当にそれこそもう新たにその、まあ、コンサルのコンサルタントというか育成かな、育成事業であったりとかもう本当にマーケッターみたいになられてるんですけども、やっぱりこの今マスターマインドっていうねコースに藤原さんおられるんですけど、やっぱそういう環境って違いますか。そうですね、うん、やっぱりその PCM もすごくやっぱり学べることは学べたんですけど、うんうん、そのやっぱり必要な、ま、自分をマーケティングするっていうことを、うん、結構 テクニック実践的なもの、うん、テクニックとかそういう根本的なマーケティング基礎的なものはすごく身についたなと思うんですけど、うん、マスターマインドはやっぱりその環境がすごく僕は今充実してるなと思って、うん、やっぱり皆さん年商1000万超えている方もいるし、うん、まあ年今1億の売り上げ超えた方もいるし、うん、まあ、自分のコンテンツを売って、うん、まあ年商8000万っていう方もいらっしゃいますし、うん、そのレベルが高い人がいる中で、うん、なんかこう追いつきたいなとか、あとはその追い越されたくないなとか、うん、そういう気持ち的なところでなんか仲間っていうか、うん、なんかそういう一人では絶対にできない環境がすごく大きかったのと、うん、あとは後藤さんがやっぱりもう赤裸々に、うん、もうなんか今こういう悩みがあってとか、うん、こういう問題があってでもこういうことをして問題解決していっているよとかっていうのも、うん、そのまあ、今後僕もそこの問題をなんかこう来るんだろうなっていう、うん、その事例がすごく溜まっていくっていうのがすごくいいなっていうのは感じていますね。本当にそういう意味ではね、後藤さんは本当にこの藤原さんの歩みを見てきているので感慨深いですよね。いやそうですね、うん、なんか本当に2年ちょっとっていう、うん、そんな短い期間でこんなに変わるのかって思うんですけど、今はね、まあ、上のコースも来てくれる感じですけど、まあ、PCM でガンガンやってるとこから、うん、なんか、うんね、変化がやっぱ一番こう見応えがあるというか、そうですね、感じで感じさせてもらってますね。うん、もう全て変わっていきました。顔から言動からも、はい、本当にすごい頼もしい、はい、うん、でもどうですか今この2年で本当にまあ人生が大きく変わった藤原さんなんですけど、はい、もしあの時、はい、多分金銭的にはしんどかったと思います、はい、でも思い切って入ってくださった、はい、うん、でもあの時入れてなかったら、はい、今頃どうなってたと思いますか。多分死んではない、死んではない、死んではない、でもやっぱり多分奥さんと多分結婚してなかったっていうのは、うんうん、むしろ別れてたんじゃないかなっていうのは、うんうん、はい、それは本当にあの、うん、リアルに思います、うん、でコピーライターも、うん、多分諦めてたんじゃないかなっていうのもあって、うんうんうん、多分今みたいにこう年商1400万とかっていうのは多分本当夢のまた夢みたいな感じになってたんじゃないかなとは思います。そうですよね、はい、でもそう思うとちょっとゾッとしますよね。いやもうゾッとどころではゾッとどころではないやっぱそうですよね、はい、もうここまでこういろんなことがもう変わるともう、うん、もうあの時には戻りたくないですよね。いやもう絶対戻りたくない、ね、ありがとうございます、はい、うん、よし、ではですね、今これ見られてる方で、はい、まあ、ちょうど今後どうしていこうかなとか、まあ、藤原さんと似たようなお悩み抱えられてる方もねいらっしゃったかもしれないので、もし何か藤原さんからメッセージがあればお願いしてもいいですか。はい、そうですね、まあ僕の個人的な話に、うん、まあ、今聞いていただいた感じでやっぱりすごい人生が変わったんで、本当にこれ嘘を偽りなくなんかこう後藤さんに出会って本当に良かったっていうのが本音で、やっぱりそのコピーライターとして独立、まあ、もちろん独立が一番の目的だったんですけど、その独立できただけじゃなくてやっぱり奥さん、まあ、大事にしたかった奥さんと結婚できたっていうのもすごく大きかったですし、で今はやっぱりその会社、まあ、7月に会社を立ち上げ設立っていうことも決めましたし、それプラスやっぱりこう家族ですね、あの両親とか妹とかにご飯連れて行ってあげたりとか、なんかこう30代30歳までできなかったことっていうのがどんどん実現できてるんで、そういった意味でもなんかこうコピーライター独立っていうよりも人生ですごく変化のある講座だと僕は本当に感じてるんで、まあ、もし迷っているんであれば、まあ、絶対にこう後藤さんももちろんですし、その他のスタッフの方とかも先輩方もすごく助けてくださる環境があるんで、まあ、ぜひ入っていただきたいなと思います。
ありがとうございます、うん、ではね最後に、藤原さん今後の夢、はい、教えていただいてもいいですか。はい、そうですね、僕は今後は、まあ、会社設立するんで、まあ、3年後ぐらいには、まあ、その今、まあかまあ、結構働いてるんで、うん、労働時間を1日 3,4 時間とかにして、で年商2億で年収1億円みたいな感じの、うん、まあ、状態を作りたいって思ってるのと、プラス、まあ、そのコピーライティング その育成っていうのもコンサルティングとかも結構好きなんで、うん、そういった事業もしっかりと立ち上げたりとかしながら、あとはそうですね、今のクライアントさんもやっぱり好きな人と、うん、まあすごい、まあ、ありがたいけど好きな人とだけお仕事できてるんで、うん、まあ、今後もその状態を作りながら、そのクライアントさんが困ってる、まあ、コピーライターいないって困ってたら、その僕もそうですし、僕がコンサルティングしている方たちをこう一緒にジョイントというか一緒に仕事させて、うん、なんかそういうみんなが幸せになるような環境を作っていきたいなっていうのもあるので、なんかこう、うん、なんか年商、まあ、もちろん10億っていうのも夢ではあるんですけど、僕がそう言ったことよりもなんか周りの人たちがすごい幸せな環境を作りたいなっていうのが今の夢かなっていうのは、いいですね、はい、うん、やっぱりこう自分がしっかり満たされて人を満たしたいっていう、うん、本当に思考が変わってくる、分かりやすく出てますよね、自分が満たされて次周りにっていうのが、うん、なんかもうそうなってるのが嬉しいですよ ね、うんうん、すごくいいこう流れでね、こう成長されていってると思うので、うん、ぜひその夢も叶えていただけたらと思います、はい、では今回藤原さんにインタビューをお伺いいたしました。